皆さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。今回もステーブルディフュージョンのお話です。はじめに、最近のアップデートでローラの一部が適用できないトラブルが発生しているそうです。カキコルダのメイン PY をひとまずバックアップして編集修正を加えて再起動を行うことで復旧します。個別ファイルの修正は本来おすすめできませんが、更新が発生するのかが微妙なところですので暫定措置とします。さて、今回はステーブルディフュージョンで生成した絵のキャラの特徴を保ったまま、他の画像を作ったり動画を作るための手順を説明します。このキャラ固定を実現するためにはいくつか方法がありますが、まずは先日コントロールネットに追加されたリファレンスオンリーについてです。コントロールネットのバージョンを最新まで引き上げることで利用できる機能で、参照元として画像を1枚与えるだけでそのキャラの特徴を保ったまま別の画像を生成することができるようになります。また参照元はマルチコントロールネットの機能を有効にすることで複数用意することも可能です。使い方もとても簡単で、プリプロセッサにリファレンスオンリーを選択、参考にしたい画像をドラッグして登録します。下の有効化にチェック、解像度を自動計算してくれるピクセルパーフェクトにもチェックを入れ、あとは通常通りプロンプトで画像を生成すると、参照元画像に似通った画像が簡単に生成されます。参照元画像の形式は特に関係がない模様で、画像であればほぼ機能します。キャラクター、顔が同じで別の差分画像を生成しやすくなる便利な機能となります。また参照元画像として顔が写っていない首から下の部分だけのものを用意すると、服装だけ似通ったものが生成されるようになります。プロンプト側でもその服装を補佐するように入力を行うことで、より一層参照元に近づけることができます。設定、コントロールネットからマルチコントロールネットの最大モデル数を増やし、一度再起動するとコントロールネットの適用タブが増えます。ユニット0には参照したいキャラクター画像、ユニット1に下半身だけ写った部分をリファレンスオンリーでセット、服装に関連するプロンプトだけ追加することで着ているものも固定ができるようになります。とはいえ、服装が繊細なものはこれまで通りローラを作成することをおすすめします。リファレンスオンリーはとても画期的な機能となり、1枚の画像を生成する場合ほぼこれ1つで賄えるほど強力なものとなります。画像をつなぎ合わせて動画を生成する場合でもその効果は十分に発揮できるのですが、単体の画像と違いアニメーションを考える場合、求められる一貫性のレベルが非常に高く、顔立ち服装などが前後で少しでも異なる場合、その動画には違和感が生まれてしまいます。そこで今回もう一つご紹介するのが、連続する画像間でも強力なキャラクター固定を実現するマサコントロールです。こちらの機能は現在開発中らしく、詳しい解説などもあまりありません。エラーも頻発するじゃじゃ馬なのですが、それなりに見えてきたものがありますので今回解説したいと思います。ひとまず概要欄より拡張機能としてインストールし再起動を行います。先ほど有効にしていたコントロールネットをすべて一旦無効化しておきます。またハイレゾ機能も必ず切ってください。マサコントロールは生成した画像を記録し、次の画像生成時にロードすることで強い一貫性を持たせる機能です。ひとまず参照元の画像をいつも通り生成します。プロンプトの中の固定したいもの、例えばガールが前頭から数えて何頭くん目にあるか右側の表記で確認しておきます。今回は7でしたので、フォアグラウンドインデキシーズに7と入力しておきます。固定化したい元画像が生成されたらシード値を固定し、ロギングにチェックを入れます。その状態でもう一度生成します。ログにマスクが記録されていることが表示されます。これで元画像として記録された状態になりました。次に
ロギングの隣のビコンにチェックを入れます。シード値を固定したままプロンプトを少しだけ変えて差分を生成すると、元画像の顔、服装にかなり正確に似通ったキャラが生成されます。テキストから動画を生成する場合などにも劇的に効果が期待されるため大注目している機能の一つとなります。利用するにあたっていくつか注意点があるので説明しておきます。まず、ハイレゾ機能を有効にした状態ではロギングが行えずエラーとなります。リファレンスオンリーのように外部の画像を参照してロギングすることはおそらくできません。あまり大きな画像をリコンしようとするとメモリエラーになりやすいです。ロギングした時のサンプリング数、画像解像度、サンプリング方法などを変えてリコンするとほぼエラーになります。コントロールネットの一部プリプロセッサと組み合わせて動画を作るのですが、リファレンスオンリーとは同時に利用できないかと思います。そしてこれらが原因で一度エラーが起こってしまうと WebUI の再起動が必要です。さて、それではこのマサコントロールを利用して動画を生成してみます。生成手順はムービー2ムービーというもので、素材動画を用意しフレームを抜き出し、抜き出した1枚1枚の画像をマサコントロールでキャラを固定しイメージ2イメージ、これを再度動画にするという流れになります。まずは概要欄からテンポラルキットという拡張機能を準備します。いつも通り URL から拡張機能をインストールしておきます。インストール後は念のため UI を再起動しておきましょう。次に必要なソフト EB シンセも合わせて入手しておきます。また先日利用した FFmpeg も必要となるのですが、今回はパソコン環境全体で利用できるようにするためパスを通すという作業が必要となります。前回の動画でご紹介した方法で FFmpeg をダウンロード、3つの exe ファイルを適当なフォルダにコピーします。エクスプローラー上部よりこのフォルダパスをコピーしておきます。下部の検索窓に環境変数と入力し、システム環境変数の編集をクリックします。環境変数ボタンをクリックします。新規ボタンをクリックし、テキスト欄に先ほどコピーしておいたフォルダパスを入力し OK を押します。コマンドプロンプトを起動し FFmpeg と入力するとこのような出力となります。これでいろいろなツールから FFmpeg を利用することが可能になります。さて、テンポラルキットの拡張機能を追加するとこのようなタブが現れています。加工の流れを簡単に説明すると、テンポラルキットが FFmpeg を呼び出し動画から静止画データを抽出、次に差し替えに利用したい参照元画像をイメージ2イメージのタブでプロンプトから作成し、これをマサコントロールに学習させます。あとはイメージ2イメージのバッチ処理にて全ての静止画を離婚した画像に差し替え、 EB シンセ手動で画像を読み込んでフレーム保管を行えるツールが利用できるように変換、 EB シンセを直接起動し与えた参照元画像を元に差し替えしながらフレームを増幅させ、再度テンポラルキットから最終結合処理を行うことで作業が完了します。ややこしいので慣れるまで戸惑うかもしれませんが、焦らずじっくりと作業してみてください。早速動画を作ってみたいと思います。テンポラルキットタブプリプロセッシングのインプットビデオにあらかじめ作成しておいた元動画をドラッグします。元動画は最初はできるだけ短く、そして可能であればシンプルバックのもので、解像度は 512×768 くらいのものでテストしてみてください。動画を読み込み下記のように設定を行います。ターゲットフォルダは空のフォルダを準備してください。サイズは横方向に何カットの画像とするか、ヘイトレゾリューションは動画の高さ、フレームズパーキーフレームは1キーフレームに対するフレーム量の割合で、少ないほど高画質になりますが処理が多く必要となります。 FPS は前回の動画でも説明させていただきましたが動画のフレームレートとなります。バッチセッティングのバッチ欄にチェック、 EB シンセセッティングでは出
スプリットビデオにチェックします。設定が終わったら実行ボタンをクリックします。指定したフォルダにファイルがたくさん追加されていますので、この中のインプットフォルダを開きます。元動画から切り出してきた画像が表示されていますので、この先頭の画像をイメージ2イメージにドラッグします。ひとまず先ほどのマサコントロールの手順で差し替えたい画像をプロンプトで作ります。先ほどのインプットフォルダ内の画像サイズを確認し、同じ解像度を指定します。でノイズは 0.5、0.7 程度でひとまず設定します。元動画の種類により最適な設定は異なりますが、ここでコントロールネットを有効にし、プリプロセッサとモデルを選択します。今回の動画ではソフトエッジが相性が良かったので、これを選択しています。差し替えたい画像が生成されたらシードを固定しロギングを行います。先ほどのインプットフォルダの別の画像をドラッグしシードを固定して生成。キャラや服装が固定されていることを確認しておきます。かなり高めにデノイズしても固定自体はできるのですが、動画としての一貫性が損なわれやすくなりますので、ほどほどが良いと思います。固定が問題なさそうでしたらバッチタブをクリック。入出力ディレクトリとして下記を設定します。バッチの処理の前に必ずシードの値を確認してロギングさせたシード値を入力してください。シングル変換とバッチ変換で指定するシード値が独立しているため前の設定が残ったりします。準備ができたら生成をクリックします。全部の画像を改変します。次にテンポラルキットタブの EB 申請プロセスをクリックします。インプットフォルダとして先ほどターゲットフォルダとして指定した場所を入力。リードラストセッティングスをクリックします。ここでリスケールなども行えるようですが、ひとまず元動画と同じ解像度に指定しプリペアー EB 申請を押します。ターゲットフォルダに数字のフォルダが生成されます。ここで先ほど入手した EB 申請を起動。ビデオのテキストボックスに数字フォルダ0の下のフレームズフォルダをドラッグ。同じくキーズフォルダをキーフレームズのテキストボックスにドラッグします。一番下のランオールボタンをクリックします。ボタンが全て申請となれば処理が完了します。一度 EB 申請を必ず終了し、他の数字フォルダでも同じ処理を繰り返します。全ての数字フォルダで処理が終わったら UI に戻りリコンバイン EB 申請をクリックします。処理が終わるとターゲットフォルダの中にアウトプット MP4 という動画が生成されます。前回利用したリーフなどを併用するとさらに滑らかに動く動画も生成可能です。今回は以上となります。最後にリファレンスオンリーとマサコントロールの用途の違いについて。リファレンスオンリーは参照元画像を与え、生成に利用しているモデルが所持しているデータの中から似たものを参照し画像を生成します。ですのでキャラクター固定、顔や首から上の特徴を保ちたい場合、参照元画像も作ろうとする画像も同じモデルで生成したものを利用することが最も高品質な結果を得られます。ただしコスプレ衣装などモデルがもともと持っていないものの再現率は低いため、このような画像の品質を高めるためにはローラが必要になるということになります。ローラとリファレンスオンリーの機能は重複ができるため、リファレンスオンリーで固定したキャラにローラで衣装を与えるといった使い方が効果に期待できる手法となります。参照元画像に似通った生成を行えるのですが、高品質化の際に発生するノイズの影響を微量に受けます。一方マサコントロールはこの固定を行うことに特化した機能で、主な目的は動画前後の画像データの一貫性を保つためにいかに工程を省けるかを実現する機能です。推奨とされている作業工程に高品質化が伴わないことからもその目的がうかがえます。キャラクターを固定し衣装を変えながら高品質な画像を生成したい場合はリファレンスオンリー。動画を作るためにキャラクター衣装を細部に至るまで固定したい場合はマサコントロール。
ということのようだと解釈しました。先日テキストからビデオを生成するコントロールビデオというコードが公開され話題になっていますが、プロンプトだけで一貫性を保った動画を生成できる機能のようですが、これが UI に統合される日も近いと思っています。マサコントロールはここでも超絶な威力を発揮しそうですので、今後の動向が大変楽しみです。今回は以上となります。動きの激しい業界ですので、もっと頻繁に動画更新を行いたいのですが、検証を行い自分自身が理解するまではあまり半端な状態でお伝えしたくないという気持ちもあります。できる限り分かりやすく新しい技術に関する情報をお伝えしていくことに努めさせていただきますので、これからもディフュージョンラボをよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価ボタン、いつもありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。